チャンネル。はい、どうもこんにちは、アーニャです。今息子は音楽院の朝練に来ているんですけど、ちょっと時間が経って疲れたのでこれを撮っています。今日当たったお部屋のピアノがちょっとひどかったので紹介したいと思います。今日当たったお部屋は1号館、あの丸いザール、あのつまり小ホールがある歴史ある建物の44番教室です。こんな感じでね、割と部屋も広くて、あのスタインウェイのピアノが2台入っています。ちょっとフルコンほど大きくはないと思うけど、でもスタインウェイです。2台入っています。はい、まずこちらですね。ほら、ちゃんとスタインウェイなんですけど、見てください、譜面台。これなぜかね、ここにちゃんと中に入らないんですよ。大きさが違うみたいで。全然別のピアノの譜面台ということですね。で、こっちにもうピアノ線が切れているのがあるという、もうこの時点でもうひどいですよね。全部の鍵盤をちょっと弾いてみたいと思います。この辺ですね。鍵盤が下がんなくなってんですよ。下がりにくくなってて弾きにくいです。なんでかな、なんか息子ってこういう状態の鍵盤がすごい多い印象がありますね。リオのピアノもほとんどこんな感じで下がりにくいですし。はい、ではお隣のピアノを見ていきたいと思います。ここですね、高音がもう弦が切れています。ですよね。もうひどいな。多分これがそこにあるピアノ線ですよね。こっちも一回全部の鍵盤弾いてみます。まあこっちは下がりにくいとかなくて、さっき弾いてたピアノよりもまあマシですね。あ、どうしよう、こっちで練習しよう。はい、ということで、今日は44番教室の紹介をしてみました。早くピアノが調整されることを祈っています。それでは練習に戻りたいと思います。チャンネル登録や高評価お待ちしています。 SNS も概要欄にバーって貼ってあるので、ぜひご覧になってください。それではまたね、バイバイ。